私はミダス様が院長だった時、髪がチリチリになった時、ここを調整すれば。俺はここで待っている。さっさと。あなた方なら成し遂げると信じていました。ありがとうございます。これで民の安全も守られました。配送の仕事より楽だったな。素晴らしい術師が人形使いだったとは。我らはまるで戦況を理解していなかったのですね。闇雲に力で立ち向かうのではなく、戦術というもの、今一度皆で修練したいと思います。行くのなら妹に荷物を届けてほしいのです。旅の途中だというのについつい買いすぎてしまって、このままだと身動きが取れないところでした。私から預かったといえば分かってくれるはずです。そして私は王都へ向かいます。おそらくはそこへ。ミダスさんは大丈夫でしょう。クロエと合流したらまた会いましょう。メルティア様にお会いできたのに、ちゃんと挨拶できなかった。無礼なやつだって思われてないかな。
ネアン殿は職責上姫の完全な味方とは言い難いが、公明盛大ではある。仲間はきっと無事だ。安心しろ。もうクロエさんのいるバルダーは王都の南にあります。大丈夫、すぐに会えますよ。泳いで探しに行かなくちゃ。配送の仕事より楽だったな。前方に敵が。前だけですが、左右に警戒を。出力停止。構成反応上がってきたぜ。活動停止。警告、構成反応。活動停止。これにこれを…あ、いや、違うな。完成したぞ。これにこれを…あ、いや、完成したぞ。これを…あ、いや、完成したぞ。精密な設計図を作っておけば何のも。
完成です。精密な設計図を作っておけば完成です。精密な設計図を作っておけば完成です。精密な設計図を作って完成です。手先は器用な方だが、完成したぞ。兄から荷物を預かったのですか？すみません、ご迷惑をおかけしました。昔からですが、思い立ったら考えなしに動くんです。皆は学者気質だなんて言いますが、いつも心配で。妹に会いました？自慢の妹なんですよ。さて、これを手放す決心がやっとつきました。配送の仕事より楽だったな。その紙に記されたものを頼りに何かを見つけられると信じてここまで来ましたが、私に冒険は向いてないと分かりました。それはきっとあなた方こそ活かせるものなのでしょう。次も頼まれてくれるか。なかなかお主らみたいなのがいなくての助かるよ。簡単な話だ。今回も壊れた防具を集めてもらいたい。種類は前とは違うから間違えるなよ。
頼んだ数きちんと集めてくれよ。どうしてもその数はいるってものだからな。よしよし、今回もいい仕事してくれたの。これだけ揃えばなんとかなる。しばらくは大丈夫だな。ものづくりっていうものはなかなか奥深いぞ。もし興味を持ったならそれを使ってみるといい。配送の仕事より楽だったな。お主たちも自分の扱う道具が作れるようになれば世界はもっと広がるだろう。ラッキー。邪魔するぜ。お越しくださりましてありがとうございます。今回手に入れていただきたいものはこちらになります。それではよろしくお願いします。時間があるときで構いませんので。なんだこの変な言葉遣い、一体何があったんだ。まあとりあえず頼まれたもんを持ってきてそれから話を聞くとするか。なんだこの変な、邪魔するぜ。いらっしゃい。配送の仕事より楽だったな。サンキュー。ブルーベリーで美味しい。天気。ミダスさんは大丈夫でしょう。邪魔するぜ。この前のあいつ何か言いたげな顔をしてたわね。どうしよう。もういっそのこと全部話しちゃった方が。うん、全て話してもらっても構わないぞ。っていつの間に。持ってきてくれてありがとう。ありがとうございます。お礼にリンヤード家に伝わる秘伝機械を教えてあげる。いや差し上げますわ。もう慣れない言葉遣いなんてするもんじゃないわね。舌噛みそうになる。いいわ、全部話してあげるわよ。我がリンヤード家が栄えていたのはおじい様の代まで。おじい様のはちゃめちゃな浪費のせいで屋敷も何もかも手放すことになって、現当主の私に残された財産なんてほんのこれっぽっちもないのよ。でもそんなことじゃこの美少女当主のウェルチ様はへこたれないわ。我が家に代々伝わるアイテムクリエーションで作ったものを売ってお金を稼いでビンヤード家を必ず再興してやるんだから。なるほど、そのためにいろいろと持ってこさせていたのか。そうよ、
私は新商品の開発のために必要なアイテムが手に入る。あんたはアイテムクリエーションを教えてもらえる。お互いに利益があるってことよ。我がビンヤード家に伝わる古の言葉を使うなら、ウィンウィンの関係ってやつね。ともかく乙女の秘密を知ったからには最後まで絶対に付き合ってもらうからね。ビンヤード家専属の調達係としての活躍期待してるわよ。配送の仕事より楽だったな。何？え？別に。もしもし、こちら天才美少女豪商投手のウェルチちゃんだけど、調達係さん聞こえてる？また必要なものができたから速攻でディベルの私の家まで来てちょうだい。いい？速攻でよ。それじゃ待ってるからね。邪魔するぜ。遅かったじゃない、速攻で来てって言ったでしょ。もうまあいいわ。今回手に入れてきてもらいたいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。超特急でよろしくね。またいつでも寄っておくれ。サンキュー。邪魔するぜ。あいつが来たらこれを完成させて、いや先にあっちに手をつけた方が。もう忙しすぎるわね。こんなに忙しいんだから少しぐらい自分にご褒美をあげても。何を買っちゃおうかしら。ご褒美ってまさか部屋の中のガラクタのことか。家を再興させるってのにこんな無駄遣いしてもいいのかよ。いつの間に。もう毎度毎度驚かさないでよね。 ちゃんと手に入れてきてくれたわね。これでまた新商品を作れるわ。少しずつお金も貯まってきたし、自分へのご褒美も。あ、誤解よ。私は別に無駄遣いしてるわけじゃないんだからね。
これは全部もともと我がビンヤード家にあった品なの。差し押さえられたのを買い戻しただけなんだから。そりゃ確かに私の趣味のものも少しはあるけど、とにかく持ってきてくれたお礼にビンヤード家に伝わる秘伝錬金を教えてあげるわ。それじゃあまた何か必要なものができたら呼ぶから、ちゃんと時間空けておいてよね。本当に無駄遣いじゃないんだからね。配送の仕事より楽だったな。ネアン殿は職責上姫の完全な味方と。クロエさんのいるバルダーは切らしていて、もしよければ取ってきていただけませんか。私のこれは持病の胸の患いですが、もっと恐ろしい病が流行っているという噂も聞きます。ラッキ邪魔するぜ。相当な手だれと。
すれば よし旅のお方たち頼まれてくれるかな。この小説を王都の偉大なる文豪に届けてほしいんだ。僕の書いた小説生と死の狭間だよ。先生が読めばきっと分かってくれるはず。僕の書いた小説先生は小説を読んで、なんと。そうか。そうだよな。ありがとう。配送の仕事より楽だったな。ダサく、先生がそう言ったんだよね。確かにさ、僕は素人だし、先生からしたら尊敬する偉大なる文豪がそう言うんだ。僕の小説はまだまだダメだってことだよな。
ターゲット出力耐えてみな。ストレイヤーボイド、おとなしくしておくよ。よし、あら、何か落ちたわ。特定班完了しました。活動停止。ラッキー。ここで頑張らなきゃ。ラッキに敵がいるわ。油断するな。エネルギー残量不足。そして沈黙。聞いたわよ。こっちだ。発動停止。消える。無駄よ。警告。エネルギー残量不足。腕が。ラッキー。ありがとうございます。これを飲めばすぐに収まります。助かりました。配送の仕事より楽だったな。もしや噂になっている流行り病ではとどこかで不安に思っていたのですが、収まってきました。これでオーシディアスの息子にも手紙が書けます。きっと首を長くして待っていることでしょう。息子が私の手紙を待っていたのですか。急いで手紙を書きましょう。もう元気なので大丈夫です。これでよしと。お待たせしました。その手紙を息子にお願いします。これでよし。
遅かったね。でもすごいじゃん、ちゃんと手紙持ってきてくれたんだね。配送の仕事より楽だったな。君たちに頼んでよかったよ。これで安心してまたいつも生活ができる。母さんの手紙がないとやる気が全然出ないんだよな。君たちに頼んでよかった。母さんの手紙が。君たちを探してたんだ。母さんの好物を届けてほしいとつってね。手紙はいつもの通りで安心したけど、なんか元気がなさそうだったから心配なんだ。つまみ食いはするなよ。ちゃんと届けてくれたらお礼はするからさ。つまみ食いは。先日小説を届けてくれたのは君たちだな。あの時はダサくと言ってしまったが、あら間違いだった。改めて読み返し、私なりにアドバイスを書いてみた。これを執筆者に届けてもらえないだろうか。荒削りだが実に良いものを持つ作品だったよ。忙しいからといっておざなりな対応をして悔いている。ラッキあなたたちはあの時の…え？先生から？先生が僕の小説にアドバイスを？まさかそんな…やっぱすごいや。僕が意識してなかったところまで。アドバイスを元に書き直してみるよ。そして今度こそ…
あの子からこれを。薬草でもお世話になった上にありがとうございます。なんて優しい息子なのでしょう。持病のことは書かずに置いたのに気遣ってくれて。なんて優しい息子なの。届けてくれたんだね。母さん喜んでたでしょ。喜ぶ顔が見たかったな。そうそう、この間噴水のとこに落ちてたんだけどさ、その紙を君たちにあげるよ。配送の仕事より楽だったな。似たようなのを大事そうに持ってるやつを見かけたし、なんか価値あるんじゃない。ラッキー。そうか、腹水盆に帰らずというが、一度は無にした思いに応えられたようでよかったよ。配送の仕事より楽だったな。いいですよ。彼の作品を読んで私も実に刺激を受けた。納得のいかなかった箇所も今なら書き進められそうだ。切磋琢磨するなど追蔵忘れていたが、次に彼がよこすだろう原稿が今からとても楽しみだよ。彼の作品を読んで私も実に切磋琢磨するなど追蔵忘れていたが、ラッキー。先頭を任せてください。まだまだあるよね。ラッキー。
活動停止。準備した方が良さそう。これって無敵が完備しません。強くなる気がする。発動停止。先へ進みましょう。対象を発見。
対象を発見。ラッキー。か。このオーシデアス平原を南へまっすぐ向かうと、すぐ城塞都市バルダーに着きます。城塞都市ね。対象を発見。対象を発見。戦闘機これでよし。構成反応治療した。活動停止。よし。これ構成反応活動停止。撃破。これって無敵な感じしません？構成反応活動停止。実用で手を見たか。こっちだ。構成反応活動停止。ゴール構成反応の消滅を確認。ラッキー。
娘の墓に何かご用ですか？そのブローチ、何ですって？娘がブローチを落としたからと。配送の仕事より楽だったな。娘は魔物に襲われ命を落としました。そうです、オーシリアスの平原でたった一人でブローチを見つけてくださってありがとうございます。娘も心残りがなくなり喜んでくれていることでしょう。このオーシデアス平原を南へまっすぐ向かうと、すぐ城塞都市バルダーに着きます。城塞都市ね。対象を発見。対象を発見。ラッキ対象を発見。ラッキー。対象を発見。対象を発見。
ラッキに構成反応を受け止め気を抜くなよ耐えてみな活動停止出力停止警告エネルギー残量不足消える耐えてみな構成反構成大出力停止総員戦闘準備了解貴様安全は確保された ラッキーを発見対象を発見どうラッキー対象を発見怖そうなのがいるよ危険です下がっておとなしくしていなさい構成反応活動停止足元がうるせえ Lucky!対象を発見ここで死ぬ ここで頑張らなきゃまだまだいけますよね大人の人を助けてよい耐えてみなエネルギー残量不足構成範囲発出力データ決める警告エネルギー実用度低よい構成範囲活動停止決めますこれって無敵なのかもしれません実用度低
ラッキラッキー。悪くない力だ。ターゲット捕捉。準備しました。ターゲット捕捉なんてまだまだ抜けますよね。俺の力か。出力。これって無敵な感じしません？エネルギー残量不足。構成反応、活動停止。しっかり準備しましょう。まだまだ冷静なあの個体の視界を翻弄するには困難。ここで頑張らなきゃ。無敵な感じしません。どう？よしよし。敵用語消え、警告、エネルギー構成反応なし。負けるなと。対象を発見。対象を発見。ラッキー。
てください。いつでもまだまだ見えますよね。見たか。こんなものですか。それ警告。こっちだ。残業耐えてみな。これじゃ動きが変えてしまって消える。出力警告。構成反応。警告。エネルギー残量。耐えてみな。戦闘態勢を解除します。ラッキー。自動停止。これって無敵な感じしません。これでよし。出力停止。警告。エネルギー残量不足。安全は確保された。小型生体反応を検知。小型生体反応を検知。いい子だ。警戒態勢。これですね。迂闊ですね。構成反応。活動停止。出力停止。行くぜ。こっちだ。見たか。撃破。構成反応。活動停止。構成反応の消滅を確認。前方に構成反応を検知。
し。ラッキラッキー。この駅士アベラルド・ベルグホルムだ。レティシア・オーシディアス殿下の護衛である。バルダー首相、ベルトランド大佐にお取り次ぎ願いたい。これが騎士団参謀ネアン・ケイザール殿から預かった許可証だ。レティシア殿下の、失礼いたしました。確認が取れました。どうぞご入場ください。国王陛下が大聖堂の本陣にて殿下をお待ちです。承知した姫、まずは大聖堂へ向かいましょう。向こうがヴァイル帝国。何のための戦闘、何のための軍備なのだ。デュマちゃん、また突然だな。お前ならここから奴らがどんな軍備してるのかわかるんじゃないか。同じ種族同士でこの軍備が衝突すれば種の個体数が大規模に減少する。何のための戦闘なのか。本当に何のためなのかしらね。オーシディアス側もバイル側も空の色に違いはないのに。今は目の前のことに集中しよう。あまり大きなことばっか考えすぎるな。ええ、大聖堂ってのはどこなんだ。少し南に行ったところにある階段を降りてすぐですよ。はっ、よっと、
この子は俺のものだ。文句があるやつは俺を倒してから言え。大佐はあそこにいるはずです。対象を発見。対象を発見。対象を発見。もし王都まで行くなら一つ頼まれてくれないか。娘が王都に人形店を開いたんだが、どうにも心配でね。客のふりして一つこっそり買ってきてほしいんだよ。まさか変装していくわけにもいかないもんで。いや助かった。よろしく頼んだぞ。区画にあるバルダー大聖堂に向かいましょう。大きな建物ですからすぐに分かりますよ。対象を発見。ラッキー。Lucky!
ラッキー。お山、こんなとこまでよく来たね。邪魔するぜ。ラッキー。それ。ラッキ邪魔するぜ。邪魔するぜ。手に取って見てちょうだい。配送の仕事より楽だったな。配送の仕事より楽だったな。またいつでもいらっしゃい。サンキュー。
ラッキー。レティシア様。ベルトランド大佐、お久しぶりです。お父様は奥でお待ちです。アベラルド殿、友の皆様もどうぞ中へ。先ほど定例の作戦会議が終わったところです。お父様、気球の折、時間をいただきまして申し訳ございません。ああ、よくぞ戻った。わしが至らんばかりにお前には苦労をかけたようだ。友の者たちを紹介してくれぬか。はい、私の旅を支えてくれた大切な仲間です。レイモンド殿、エレナ殿、そしてニーナ殿です。皆立ってくれ。娘が世話になった。そなた、フィルベルトの娘か。覚えていてくださったのですか。忘れるはずがない。マーキスは息災か。はい、元気にしております。お父様、ご報告申し上げます。ニーナ・デフォルジュ殿はヘルガー肺下病の治療法を発見されました。それはまことか。いえ、私一人の力じゃなくて、父さん、父やマーキス先生、レイやエレナさんに助けてもらったからです。また今オートにミダス・フレグリード様をお招きしております。なんと、ミダスが。協力の確約はいただいておりませんが、ミダス様をお招きできたこと、ニーナ殿が肺下病の治療法を発見できたこと、何より私とアベラルドが無事にオートに戻れたこと、すべてレイモンド殿とエレナ殿のお力によるものです。おお、そうか。わしからも礼を言わせてもらう。娘が世話になった。どうも。レイ、恐れ入ります陛下、もったいないお言葉です。お父様、レイモンド殿の仲間のクロエ・キャナリス殿が帝国の艦長との疑いをかけられ、バルダーに囚われておいでです。お二人の功をねぎらってくださるのなら、どうかその方を釈放する勅許をいただきたいのです。すぐに釈放するよう取り計らおう。ベルトランド、レティシアが良き知らせをたくさん持ってきてくれたぞ。よろしゅうございました。皆様はこの後どうされるのです。将軍やお父様のお邪魔になってはいけませんから、クロエ殿が釈放されましたら王都に戻ろうと思っています。もう日が暮れよう。心情を用意させるゆえ、出立は明日にしてはどうだ。万一の時
軍人ではない我々がお邪魔になりはしないでしょうか。このバルダーにも帝国の患者は入り込んでおる。レティシアの動静も見られておるだろう。ならば日の出ている時間に移動した方が比較的安全だ。なるほど。それに囚われた友というものも長い間牢にいたのならすぐに動かすのは酷であろう。久方ぶりの再会なのであれば語り合う時間も必要ではないか。お気遣い痛み入ります。ではそのように。ベルトランド、クロエとやらを釈放するよう老番に伝えよ。それとレティシアたちの心情を用意してやるのだ。承知いたしました。ラッキー。で、レティシアとはどこでどのように出会ったのだ。時が許せばゆっくりと聞かせてもらいたいものだ。してでは、ローマで参りましょう。私が直接出向いた方が話は早く進みますから。クロエは無事でいるんだろうな。安心なされよ。バルダーでは捕虜の扱いは慎重を期している。ここで捕虜の扱いを間違えれば帝国に救出の名目を与えかねない。戦争がなければクロエが無事じゃなかったかもしれないってことか。ここから西へ向かえばすぐです。弊社の牢に収監されております。待ってろよクロエ。彼女は突き当たりの牢です。あちらに。クロエ、嘘、本当、そんな、レイ、レイなの？本当にレイなの？ああ、俺だ。クロエ、無事でよかった。レイ、レイ、よかった。もう、二度と、ここから出られないんじゃないかって。
く無事でいてくれた。もう大丈夫だぞ。案外元気そうだ。やっぱりコミュニケーターもデバイスも壊れちまってたんだな。ゴッドのコンピューターも電子機器も全部あの電子パルスみたいな攻撃でダウンしちゃって、ゴッドも海に沈んじゃったんだ。だから私本当にもうダメなんだって。それで本当によく無事でいてくれた。もう大丈夫、兄貴とも連絡がついてる。もうすぐ助かるぞ。アントニオが助けに来てくれるの？ああ、安心しろ、ここからは一緒だ。あの方がクロエさん。ええ、顔色も良さそうですし、特段異常はなさそうでよかった。そうですか。彼女が、レイがずっと探していた。レティシアさん。いえ、何でも。大佐、クロエさんを釈放してください。承知いたしました。彼女は言葉も曖昧なようで扱いに困っていたのです。それでしたら問題ありません。私かレイが付き添えば言葉は通じるようになると思います。そういえばレイもエレナさんも空の向こうから来たのに言葉は普通に喋ってるよね。まあいろいろ理由があるんです。ニーナさん、すみませんが一緒にクロエの様子を診察していただけませんか？はい、任せてください。宿までご案内します。どうぞこちらへ。本当に、よかった。泣くなって、もう大丈夫だ。宿屋でゆっくり休ませてもらいましょう。2階の部屋を手配してあります。こちらの部屋をお使いください。何かご用がありましたら表の者に何なりとお申し付けを。ありがとうございます、ベルトランド大佐。クロエ、まずは簡単な健康診断をしますよ。は、はい。あの、私、ニーナって言います。私はレイとエレナさんの仲間で、この国のセレオ理術師なので安心してください。よろしくお願いします。ありがとう。クロエと合流できたのはレティシアのおかげだ。私自身は
大したことはしていませんよ。レティシアとアベラルドがいなけりゃ、俺たちはクロエがバルダーにいることだってわからなかったんだ。感謝してもしきれない。貴様が素直だと逆に気味が悪いな。本気で感謝してる時くらいは素直に受け取れっての。もちろんミダスのこととかこれからも協力できることはしていくからな。これで終わりなんてのは逆になしにしてくれよ。それじゃあレイ、少し相談があるのですがよろしいですか？もちろんいいぜ。おいアベラルド。アベラルドはエレナさんとニーナさんの手伝いをしてあげて。その承知いたしました。あまり歩き回られないようにしてくださいね。姫の相談に乗って差し上げてくれ。あ？ありがとうアベラルド。それで相談って何なんだ？ここではちょっと。城塞の東の端まで来ていただけますか？話はそこで。あ、ああ。クロエさん、怪我もないし顔色も悪くなさそうですね。どんな場所でもすぐいろんな人と仲良くなっちゃうのってレイの才能だよね。私個人の意見としては、危険な最前線からは一刻も早く離れるべきだと思うのですが、陛下がああおっしゃるのですから仕方ありませんね。バルダーの兵たちは気が立っている。あまり怪しまれるようなことをするなよ。城塞の東の端？そういえば北東に通路があったような。行ってみるか。相談ってなんだ？ま、言ってみればわかるか。言うほどのことはないのですが、ちょっとだけ付き合ってください。大丈夫なのか？こんなところに上がって。そんなに遠くありません。すぐですよ。アベラルドに怒られない範囲で頼むぜ。レイまでアベラルドの顔色を伺わなくても。アベラルドだけなら気にしないんだが、親父さんに告げ口されてクロエの釈放がなしになったら困る。もうそんなことにはなりませんよ。もうすぐです。いい眺めだな。でしょ？私が一番好きな場所なんです。こっち側はヴァイル帝国側だろ？
大人の言葉がわかる年齢になった頃にはもうオーシディアス王国とバイル帝国の仲は険悪なものになっていました。こうして同じ空の下にある同じ人が生きている世界ならせめていがみ合わずにいられないのかってここに来るたびに思いました。理想をくじくようで悪いが空の上の世界でも人間は未だに争い続けてるぜ。それは残念ですね。オーシディアスの王族とバイル帝国の皇族は隕石関係にあったんです。テオニーのお母様の妹テオニーにとって叔母にあたる方が現バイル皇帝ボルドールの皇妃でした。でしたか。15年前、全世界的にペルガー配下病が流行しました。その折に罹患し亡くなられた。それからです、王国と帝国の関係がギスギスし始めたのは。なるほど。当時帝国から王国に施領理術師派遣の要請がありました。帝国の理術師の数はとても少ないのです。王国はその派遣要請を断りました。王国内も決して予断を許さない状況だということを言い訳に。なぜ今それを俺に。黙ったままでいたくなかったんです。そういう正直さは今後あだになるぞ。楽しく旅をするならレイには正直でいたいんです。いい眺めだな。でしょ。そろそろ戻りましょうか。アベラルドたちが心配します。ラッキラッキー。ラッキー。
です。ラッキそろそろ休むか。宿に戻ろう。宿屋は大聖堂よりも南の区画だな。もう眠い。宿屋は大聖堂よりも南の区画だな。もう眠い。いい子だ。ラッキー。クロエの無事が分かって力抜けちまった。早く休むか。邪魔するぜ。
あの丘は私のお気に入り、秘密の場所なんです。平和になったらまた一緒に行きましょう。あ、知らない土地で言葉も分からずに一人ぼっち、私ならすぐ餓死しちゃってたかも。もう平気、レイたちと会って安心したらどっと疲れが出てきちゃった。レイももう休んだら。クロエのポットは海に落ち、必死に陸へ泳いでいたところ、地元の漁師に助けられたそうです。クロエさんの診察も終わったようだ。もう休むか。ん？何の音だ？レイ、レイ、起きてください。多数の構成反応を検知、周辺を警戒、周辺を警戒。え、一体何なの？これは砲撃の音です。バイル帝国側からバルダー城塞に砲撃が加えられています。姫、帝国側からの攻撃です。姫！そんな、どうして？おい、一体何が？大丈夫なのか、これ。バルダー防衛軍の備えは万全のはずだ。アベラルド、レイ、すぐにニーナさんとエレナさん、クロエさんと合流します。もはやこのバルダーに安全な場所はありません。どうするんだ？私たちだけでこの戦況をどうにかする方法はありません。情けないけど、悔しいけど、王女レティシアが戦死したり帝国に捕らえられるという最悪の事態は回避しなければならない。姫、レティシア。私の安全が確実なだけで、お父様とベルトランド大佐の気持ちが少しは楽になるでしょう。行きますよ。一体何があった？なぜこちらから撃った？わかりません。どこの部隊がやったのか。ウワンガンに展開する海軍もすでに行動を開始してしまっています。何か伝達の間違いがあったとしか。バカだ。お父様！レティシア、どうやらまずいことになったようだ。お前たちが無事にここにいるだけでもありがたい。戦況はどうなっているのですか？よくはないが、何度も軍議を重ねてきたのだ。この程度の状況はすぐに立て直してみせる。報告！第一階層の城門が破られました！何だと？バカな！早すぎるぞ！前線指揮所は何をしていた？
国海軍からの艦砲射撃が直撃しているのです。無数の砲弾が降り注ぎ、歩兵隊が壊滅状態です。王国海軍艦と帝国海軍艦の性能にそこまでの差はないはずだ。いくらなんでも急にそんなに射程が広がるはずが。ねえ、もしかしたら角の男たちではありませんか。奴らが帝国の技術開発に手を貸したってのか。直接的な関与ではないかもしれませんが、彼らが先進惑星のものであり帝国側についているのであれば、軍艦や大砲の性能を短期間に向上させるには十分かと。そう、余計なことばかりしやがって。レイ、エルナさん、この状況どう見ますか。俺が言っていいのかよ。最悪の事態を考えるなら撤退一択だ。ヒガの軍備の質が違いすぎます。昨日観察したバルダー防衛軍の装備と現在報告されている帝国軍の装備を比較すれば、バルダー陥落は時間の問題かと。お父様、大佐、撤退いたしましょう。何を言う、バルダーを捨てようと申すか。そう申し上げています。もはや一刻の猶予もございません。帝国軍は我らの常識をはるかに超えた力を有しています。おそらく空の彼方よりもたらされた力、到底我らの太刀打ちできるものではありません。空の彼方だと、何を言っておられるのだ。私たちは旅の間に見たんです、霊たちの空の彼方の不思議な力を。バイル帝国はレイたちとはまた違った超高度の文明の力を手に入れております。何卒お聞き届けください。バカな。決まってしまうとは。陛下、ベルトランド、全軍撤退、全軍オートまで撤退せよ。かしこまりました。陛下、全軍は我が軍が務めます。姫と共にお早くオートにお立ちください。すまぬベルトランド、決して死ぬな。アベラルド殿、私の配下を外に待機させている。彼らと共に陛下と姫を王都までお連れしてくれ。受けたまわりました。ベルトランド大佐もご分を。ごめんなさい、こんなことになってしまって。気にするな、織り込み済みだ。ニーナさんは陛下とレティシアさんと共に後方に、クロエは私から絶対に離れないで。はい、うん、行きましょう。
邪魔すんな。気づかれてる。耐えてみな。発動停止。こっちだ。構成反応。発動停止。まだまだ抜けますよね。警告、エネルギー残量不足。消える。これって無敵な感じしません。ちょっとこっちに動けんのだ。構成反応、活動停止。とにかく少しでもオートの近くへ。まだまだ絶対離れるな。オートまでたどり着けば絶対助かる。俺の力か。ストレイヤーボイド。それ頼りな。よい。わかったぜ。活動停止。制圧する。ユタか。こっちだ。止め。いけるぞ。俺に続け。構成反応、活動停止。今南へ向かうのは無謀です。北へ向かいますよ。お前たちの言った通りだ。あのような兵器は見たことがない。喋らないで。すぐに傷を塞ぎます。なんなの、なんなのあれ。ベルトランド隊、陛下の盾となれ。警戒を受け、反応および無数の盾反応を。戦闘可能な個体を防護することが戦略的優位を確立するものと提言。シールドで2人を守る。来るぞ。閉まりますね。これって無敵な感じしません？何をやばしない。構成反応、活動停止。
相手にはブラインドサイド不可能。チャージ完了。俺に任せろ。アサルト。失礼して。なんで国王とクロエについていなかった。該当個体の防衛に専念することは全体の生存率の著しい低下につながると判断した。はあ、何言ってるんだ。継戦能力の低い国王とクロエという個体を守るためにベルトランド隊と呼ばれた継戦能力の高い多くの個体が活動を停止した。大多数の生存戦略に資さない2個体を守る意義を私は見出せない。レティシア、行け。ここでお前が生き残れば血はつながる。王家は滅びぬ。できません。ならん、行け。全てはバルダーを。防衛軍を統率できず敵の力を見誤ったわしの落ちただ。ダメです、陛下。立って歩いてください。少しでもオートに近づくんです。揉めてる場合か。このままじゃ全滅だぞ。レイ、オト。デュマ、今は国王とクロエを守れ。それが俺たちの生存可能性を上げる最良の手段だ。指示を分析、反復、了承、新プログラム展開。相手になります。できるならなぜもっと早くやらなかった。そうすればベルトランド隊の奴らは死ななくて済んだんだぞ。構成反応を検知。おい、北方より無数の構成反応を検知。警戒態勢を。北方、北方だと。あれは行け。王国の地を踏み荒らす者ども、
一人たりとも生きて返すな。おじいえ、帝国軍など恐れるに足らん。進撃せよ。国王陛下、レティシア殿下、ご無事ですか。カナス大将、バルダーが抜かれたと聞き及び急ぎ駆けつけましてございます。間に合ってようございました。カナス大将、バルダーにベルトランド大佐が伝軍として残っております。お早く援軍を。控えよ、公爵閣下はすでに手を打っておられる。海側からもテオ将軍が軍艦を率いて帝国海軍と交戦中だ。は、助かった。ええ、そのようです。でも陛下、どうぞこちらへ。馬を用意させております。あ、ちょっと、まだ治療が。引っ込んでおれ。陛下の玉体は公爵閣下の瀬良理事が直し申し上げる。あまり良い助かり方ではなかったかもしれません。大変なことになったな、テオニー。お前たちが無事でよかった。陛下は治療中で命に別状はない。ベルトランドもなんとか戻ってこられたし、最悪の事態は回避できたはずだ。でも多くの兵を失ってしまったわ。今後のことを話し合わなきゃならない。レティも参加してくれ。会議室で待っている。